野田は4万。ん？そんなにすんなりというハイパイではないでしょうか、黒沢。がっかりしちゃいますよね。苦しいですよね。まあ、まあでも来たまんまやるしかないですし。そうですね。でも他にそんなにでも目立っていい人いませんね。そうですね。でもそうは親としてはそうは思えないんですよね。まあね。だから、宮内あたりがいいんですかね。宮内、まあ鈴崎は休憩って感じなんですよね。むしろ告知ってますよね。ああ、純ちゃん方面に黒沢を向かいましたね。まあ、そっちの方がいいと思いますよ。はい、ドラが4万。4万があるのは中田だけですか。お、役牌があんこになりました、鈴崎です。どうしますかね。本一の方に行くの、まあ行くんでしょうね、結局。あんこになっちゃうとね、野外があんこになると今度は思い切って国士というふうにも行きづらいでしょうし、お、意外と形ができてきましたね。ねえ、変ちゃん。これだとなんか残しても良さそうですね。そうですね。あのドラが4万なんで、はい、途中あんこですから、お、なんかすごいですね。純ちゃん3色のイーシャンテンですね。ズバズバ持ってきています。そして宮内もカンちゃん埋まった。中央イーシャンテンですか。はい、中田も一歩前進です。意外とカンパス層とか広いそうな街になってますけど、ああでもここでサクサクっと切られちゃいましたね。ん、ここでもうマンズ払いましたね。本一に育てって感じですよ。何やってるように見えるんでしょうね、黒沢には。あの他の黒沢の捨て牌はチートイツかな。あー、チートイツに見てくれるとカンパそうなんかすごいね、狙い目になりそうですけど、上の3色とかに見えるのかどうか。中田さんのいいシャンテン、換算層が入ったのが中田です。これドラですね。ちょっとブレーキですね。数万引いてね、うん、馬切っちゃってから、あ、おっとピーチでしょ。ペンチワン、これは最高のところが入った。さあ間髪層、これね、2枚、うん、最後の手出しランマンでしょ。あんまりね、まあ、変則手は変則手なんですけど、どう見えますかね。まあ、でもみんな向かわないっぽいですね、今の。行かないですか。おやりか、おやりですからね。手自体が悪いと、うん、ね。もうこれ山に3枚ですね。2枚です。2枚ですか、うん、あの中田と宮内が1枚ずつ切ってるんで、ただこれリーチかけた時点で跳ねまんすよね。中田がテンパった。これ、黒沢の、おっとピン、ここは果敢に勝負を挑みましたね。同じぐらいじゃないですかね、町の枚数としては。いや、しかし中田もファイターですね。ファイターですよね。一数層はね、あ、数層1枚だけか。でも面白い勝負ですよね、これね。はい、ただな、そうなるとパスを逆に何かで出ちゃうってことありますか。ポロッと中田の現物で黒さんの数字ですからね。そうですね。でもすずちゃんはとりあえずたくさん安牌ができたみたいで、もうチュン切っておりますよね。このチュン切ってここは撤退です。さあカンパス層対一数層。おつらい。目をつむって親の現物いきますか。嘘、いきました。さあどうだ。
三品か。三品が出るともう。でもまだ2枚残ってますよね。そうそう。そうなんですよ。ですからかなり確率は高いんですが。いや今宮内とかパスをさっき引いてきたらちょっと危ないかなと思ったんですけどね。ねえ、うん、ドラの数万だ。山が少なくなってきました。数層ここに来た、うん、なくなりましたね、数層は。あとはパーソー2枚、圧倒的有利な立場になったか黒沢です。まあ負けはないですから ねしかし顔を出しません。パーソー、まあ、実質2回ですよチャンスは、中田のツモと、あ、ツモった、ツモったってか打っちゃった、そうですね、これは大きな打ち込みになった。裏ドラ突き、あれでも気持ちいいですね。あのハイパイでがっかりしてたのがインパチですよ。本当ですよ、